んですけど、元気でした元気です。あ、テスト終わりました。今日帰ってきました。そう、テスト帰ってきたよ。終わって割とすぐ帰ってきたんご、単語単語でした。もうそれはそれはね、うん、久しぶりです。あ、お話し会の告知をしよう。お話し会待ってます。よし、いつぶり、いつぶりですか私配信。でも1週間以上やってないから、ノーメイク、リップだけ、お風呂入ったから、ウォーレン、お風呂入って、知らない、それはそうです、すいません。多分最初はね、みんな当選します、お話し会。なぜならまだ始まったばかりだし、私さ、そうなんです、あのリアルは2部なんだけど、オンラインが3部制になりました。ありがたいことに、皆さん本当にありがとうございます。皆さんのおかげです。でもここでね、でも完売が出ないと意味がないので、マジで3部になったからって調子乗って完売出ないだけじゃねダメなので、皆さんなんかさ、厳しくなったじゃん今回から。すごいさ、一回お支払い忘れたらもう一生できないってやばくない普通に。だから皆さん本当に気をつけてね、計画的に買ってもらえると嬉しいです。ちょっと待って、何から話していいか、わかんない。ちょっとあれ、なんだっけ、どうしよう、してなさすぎてたまりにたまってるね、お話が。パッツン、なんか今日パッツンじゃん、めっちゃウケるんだけど。まずあのパッツンになった理由、昨日はこんなパッツンじゃなかったんだけど、今日身だしなみ点検があって、そう、もうあの最後の最後にさ、落ちたくないからもう切っていきました。そう、ちゃんと爪も切って、そうですね、いろいろな発表がありまして、あの移籍の発表だったり選抜発表だったり、初マジで切る、そうありましたねあの私はですね、これを話するの早いかもね、ちょっともうちょっと人集まってからの方がいいかも。なので1000人ぐらい超えたらします。それでその前に、じゃあ私のテストのね結果をね発表したいと思うんですけど、そんなねめっちゃ点数言うまではないんだけど、ちょっと今回良すぎてあまりにもって感じで、ちょっとうざいね、ごめん、なんかそう、ちょっと待って、そうテストの話をするんだけど、まずそう、今回は割とちゃんと準備できたのね、レミ的には。なんか やばい教科もあったんだけど、ちゃんと準備ができたんです、それなりに。なんか準備ができて、まあ、いけたんだけど自慢させてもらっていいですか。まあ今日全部帰ってきたわけで、もう本当に過去一良くて、レミのなんかさ、小学生の時とかもう100点取れるじゃん、テスト的にも。中学からって難しくなるわけじゃん、だからなかなかレミ全然取れなかったの、中学高校で。高校の高校1年生になって3学期じゃないですか、3学期最後のテストで、本当に良くて良くてとか自分で言うことじゃないんだけど、マジでもうあのクラス1の教科が3個ぐらいあったんですよ嬉しい。100点はね取れなかった、やっと一歩っていうのがね多かったんだけど、嬉しい、めっちゃびっくりしちゃった。もうクラス1なんて取ったことない、3個も3つも。どんなクラスやねんってバカにしすぎですよ、レミの。しかも音楽もめっちゃ良くて、音楽って結構なんか赤点、最初先生が赤点めっちゃ多いんですよみたいな、やばいですよこのクラスみたいな言ってたんですよ。まあ難しかったのもあって、でそしたら、まあ、これはもうなんかクラスどうこうの話じゃなくて、
なんかそれで一人ずつ返されるんだけど、そしたら先生がちょこそこそっと、ちなみにあの音楽の先生は男性の方なんですけど、僕が持ってるあの音楽のあれなんだっけ、僕が持ってる1年生の中で一番いいですみたいな点数、えみたいな、ちょっとこれは自慢させてもらってみたいな、本当に嬉しかったの。やばくない？だってさ、でもどれぐらいの数のクラス持ってるかわかんないんだけど、その先生が。でもさ、やばくない？普通に嬉しい。そう、黒子から難しくなるんだからね、テスト。そうだから嬉しくて泣けてきちゃいましたね。そうそうそう、なんかさ、レミがさ頭悪いみたいなさ言い方しないで、なんかそれみたいなのが良かったらクラスとんないんやねんとかね、マジでバカにしすぎですよ。リミだって頑張ってるんですから、そんな舐められちゃ困る。そう、舐めないで、頑張ったんだからマジで今回のテストだからバカにしないでもらっていいですか皆さん。そんなにね、ひどいよ、頑張ってるのにまあそんな感じで、そう頑張ったんですよね。まあそんな感じでいい締めくくりができましたっていう、怒っちゃダメ、すいません、頑張ってよ、マジ、そうよくできたってたくさん言われました。鼻息やらやばい。そう、そう、何人いくつかの教科で名前も呼ばれて頑張りました。徳永さん、ただのギャルじゃありません。ギャルじゃないです。まずちゃんとね、レミやるときはやるんだから、勉強。あのね、マジで日常生活でレミ頭いいかって言われたら全然良くないの。だけどテストに関してはテストのためにちゃんと準備していくから、そこだけはまあ優秀になるこれでさ来年からさ急になんか全然点数言わなくなったらおもろいよね、マジで。マジでさ赤点とか取ってきたらマジおもろい、やばすぎる普通に。一番できなかったの何だったっけな、一番悪かったの保険か。保険もね、保険はね全体的に悪かったんだけど、保険の先生は普通に、え、保険ってレミ良かったんですよ、1、2学期良くて、返される時に、え、レミちゃんどうしたのって言われたくらい、ちょっとあまりよろしくなかった。でも全然平均より上だし、そう、そうそうそう、なんかそう、どっちもね頑張りたいので、体育マジでやばいから、レミ今回の保健じゃなくてね、実技の体育やばいから。何があったっけ、あ、ダンスは頑張ったんだ、ダンスはできた。そう、あの、そう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 、副教科ね弱い、いや、そんなめちゃ強いわけではないけど、今回は。でもこの前情報の実技があって、エクセル女子になったんです私。エクセルをカチャカチャカチャってこなしました。マジでさ、オートフィルとか優秀すぎてやばいね。何オートフィルって、ちょっと名前覚えちゃってる私、やばい。オートフィルやったよ。あ、歌の歌詞、そうあれだよ、あの、そう、音楽ってあの歌詞歌うんじゃなくて書くんだけど、それ以外、それは結構全滅、3問ぐらいしかあったのかと。ブラインドタッチとは聞いたことない。オートフィル、レミがエクセル女子のエクセル使ってるんですよ。もう使わないけど、情報ないらしいから。そうそうそうすぐ調子乗るスタイルやめて。そう、すぐ調子乗っちゃうから良くないんですよ。だから気をつけなきゃいけない。そうそう、来年はね、もうね、あの多分実技、あの情報な、
情報もないし音楽もない。いや、なかなくなる。オートフィル、オートフィルだと思う。え、わかんない。表とか作れるよ。楽です、オートフィル。そうそう、だからもうエクセル使えるようになったかみたいな。でもランクとかイフとかのやつはちょっとよくわかんない。オートサムだっけ、あれはちょっとわかんないんですけど。そう頑張りました、徳永ね。マジでいい締めくくりができたんじゃないかなと思っています。はい、じゃあそろそろね、たくさん1000超えたので、皆さんがねお楽しみにしてる、あのお楽しみにもしてないか別に。そう、選抜発表が、全然話変わるんですけど、選抜発表がありまして、今回私はね選ばれなかったんですけれども、なんだろうね、なんかまあ悔しい、悔しいですけど、でもなんかすごい皆さんからね温かい言葉をいただき嬉しかったです。なん、なんかさ、なんだろう、ごめん、急にさ話のジャンル違いすぎて何を話していいか分かんないんだけど、でもすごい本当に今回のシングルは61枚目、たくさん、話の高低差の話は置いといて、たくさんの方が本当に期待してくださってて、そう、本当に話し会とかでもなんかさ、選抜発表があってからまだ皆さんに発表される前に話し会があって、そこで次は入るって信じてるって言われ、ちょっと心が痛くてごめんなさいっていう気持ちでも言って、なんか申し訳ないなって、すごいなんか自分の実力不足だし、まだまだ全然まだまだだなって思うところはあるんですけど、でもすごい、うん、悔しい、とってもとっても悔しい。なんかなんだろうね、虚無感って言うんでしょうか。そう、なんかなんだろうな、もう全然レミ的には元気って感じなんだけど、元気というか頑張ろうって思ってるんだけど、本当に発表された時はちょっとね本当に悔しかったし、すごいあーってなってたんだけど、どうしようみたいな。本当にたくさん支えていただき、いろんな先輩に、そう、なんだろうね、なんかちょっと言うことを考えてたんだけど、どうしようか、ちょっとなんかまともにコメント見れないやでも、なん、悔しいの言葉に尽きるんですけど、でもなんかすごい皆さんが期待してくださってたのがすごくレミ的には嬉しくて、その言葉に応えたいっていう気持ちはたくさんあったんですけど、ね、そう、現実はうまくいかなくて、なかなかね、すごい現実を突きつけられた感って感じで、まあなんかそりゃさ、人生思うようにいかないだなっていうのを改めて実感した瞬間でもあったし、でもなんか選ばれなかったからこういうって感じになっちゃうんだけど、でもなんかなんだろう、現実を見て今この状況ですごい突きつけられて、なんか今自分がいる環境というか状況というか、なんだろう、あの立ち位置が分かったから、それはそれでまあ良かったかなってプラスの方にも捉えてるんだけども、でもなんかなんだろう、60枚目のさシングルリップグロスの期間の時にたくさんねアンダーとして出演させていただけて、あんな貴重な機会たくさんあったのに、なんかチャンスを、そこでチャンスをつかめなかったのかなっ
とも思ってて、それは実力不足でもあるんだけども、なんか自分の責任だなって、なんだろう、思い返してみればまだまだできることもあったし、そういう歌番組に出させてもらったあの時とかもっともっとできたんじゃないかなって思う時もあって、だからこそ悔しいし、なんかそうやってさ、お話し会とかもあのたくさん皆さんがあの完売出してくださって、なんかね、今までのレミじゃこんなに完売出るなんて考えれなかったから、皆さんの応援のおかげがあってからこそだから、すごく早く恩返ししたいっていう気持ちで、自分的にはもうなんだろう、まだまだなの分かってるんですけど、この60枚目の期間は人生の中って言ってもいいほど頑張ってた期間でもあったから、いろいろとそう劇場もイベントもダンスも、そうだから、でもね、なんか本当にああ現実はこれか、甘くないなっていうのをすごく思いました、この世の中。でもなんかもちろんね、たくさんの意見はあると思いますけど、でもなんかね、切り替えの速さ、全然切り替えられなかったよ、リンも最初は。だけどもうなんか、なんだろう、待って、そう、なんかね、切り替えなきゃやっていけれないし、次に進まないといけないし、そんなね、ずっとうじうじしててもその時間がね、もったいないから、そう、頑張りました。でも本当に悔しかったな。なんだろう、17期がたくさん入ってて、今回のし、なおさら悔しいって思いもあるんだけど、でもレミが思うには62枚目の方が難しいのかなって思ってて、だからこの61枚目がチャンスではあったんじゃないかなと思ってるんですね。18期生も入ってくるから、なおさらもっともっと選抜に入ることって難しいのかなってすごい思ってて、わかんないけど、全然どんな子が入ってくるかもわかんないし、現実はどうなるかわかんないんだけど、絶対難しいじゃないですか、人数が増えるし、若い子も絶対入ってくるから、リミよりね、難しいんですよ絶対今よりもっともっとね、厳しい世界になっていくんですけど、そうだから、チャンスは61枚目だったかもしれないけど、でもなんかそんな厳しくなるからといって決してレミは力を加えない、なんだろう、絶対おこたわったりなんていうの、おこたわったりね、しないし、何事にも全力でね向き合って、力はもちろん加えますし、全力で今まで以上に気を引き締めて頑張りたいなって思ってる。そう、なんかレミ的には本当に、なんだろう、たくさんチャンスを与えていただいたのに、その大切さをすごい嬉しいなって思ってたんだけど、その大切さをあまり分かってなかったというか、今になってああもっとああすればよかったな、こうすればよかったなってすごい後悔してるんですね。だから本当にいただけるチャンスってごく一部だから、もっと頑張らないといけないなと思ってます。でもここでね、あの腐ったりしたら絶対いけないので、まだリミもね高校1年生ですし、未来は明るい急になんかミュージカル風、未来は明るい、だから
頑張ります。なので皆さんもよろしくお願いします。これからもね。そう、なんかこうしてさ、みんながさレミのこと応援してくれるのも当たり前じゃないし、当たり前なことじゃないし、お話し会をさ、お話し会完売できるのも当たり前じゃないし、お話し会を皆さん買ってくれるのも当たり前じゃないんですよ。何事も当たり前じゃないけど、こうしてなんか恵まれてる環境にいるからこそ、もっともっと頑張らなきゃ私はいけないなって思ってて、皆さんに期待、皆さんの期待に応えたいなって思っているので、これからもそばでずっと見守って応援してくださって、くださった応援してくださったら嬉しいです。でもなんかさ、そんな器用でもないし、うまくこなせないけど、でも頑張ります。ちょっと泣きそうちょっと泣きそう、ちょっと泣ける。そう、ちょっと泣けるな。もうなんか涙が枯れるほどね、私はもう涙を捨ててきたので、泣かないって決めたし、そう、リンさんが本当に助けてくださって、他の先輩リンさんにと泣かないって約束したし、ゆいゆいさんも本当に助けてくださって、素敵な言葉をかけてくださって、ゆいりさんもね本当に優しくて、本当に先輩方にはこのね期間で救われたので、そうね、泣けてくるけど、だからさ、なんだろう、なんて言うんだろう、待って、なんだろう、そうやってなんだろう、レミのことを思っていろいろなことを言ってくださる先輩がいるっていうのももちろん当たり前なことじゃないのは承知分かってるからこそ、なんかメンバーにもファンの方にもスタッフさんにも誰からにも愛される人になれればいいかな、なれたらいいなって思っています。でも難しいよね、それって、すごく難しいこと。いや、ちょっと泣けてくるね普通に。次頑張ろう。なんかさ、若いからまだ大丈夫っていうのあんまり好きじゃなくて、倫理的若いからこそそれを武器にしてたくさんね、あれし、そう、何々だからっていうのはあまりお好きではない。代わりにないと言ってください。そう、でもね、若さって今だけだから、そう、いい子にならなくていいよ、優しい、ちょっとその言葉に泣ける。ちょっと泣けるな、泣けてきちゃう。はあ、必死に止めてるよ。でも本当に皆さんからの愛はたくさん受け取ってるので、これからも愛を持って接してくださったら嬉しいですね。 JK ブランド大事。でもなんか初めましてしてください、お話し会ぜひ待ってます。持ち込んではないし、前を向いて頑張ってます。なんなら前しか向いてないです、私はなんかやば、そう、なんか、え、なんかね、なんだろうな、うまいこと言えないけど、でも悔しいっていうのは皆さんに伝えて、すごく悔しいです、私。なんかこんな明るいっていうか、こんなたくさん話してるけどすごく悔しくて、なんだろう、本当に意味わかんないぐらい悔しいけど、でもこれも人生なのでね、
頑張ります。私は10年後ね、何本気だ、なんかなんだろう、本気だった、すごいね、うん、頑張っ、自分で言うことじゃないけど、うん、人生まだ長い。リミメンタル強くないです、全然、全く強くない。でもたくさんの方が期待してくださってて嬉しかったし、選抜発表があった後もなんでレミちゃんいないんだっていう言葉もすごく嬉しかったですし、その心は私の目にあるので本当にありがとうございます。皆さんには感謝でいっぱいです。豆腐ではない、普通メタル。まだまだ全然ね、まだまだ私頑張れるので頑張ります。本当に頑張る、頑張るって、うん、頑張ります。そう、うん、一緒に頑張ろう。でも今はもう頑張るんですけど、アイドル活動ももちろん、そう、勉強もしっかりと文武両道を目指すので、私は文武両道、ちゃんと勉強もできてちゃんとアイドル活動ができる人がいいので、なんかどっちかをおろそかにするのは絶対に嫌なことなので、レミの性格的にはそれはちょっと無理なので、どっちも頑張るので、テスト期間は低浮上というか、あまり浮上しなくてごめんなさいって感じなんですけど、でもそう頑張ります。ありがとうございます。皆さん文武両道したくて、そうしたいから書き絵なんだ、ありがとう。そうそう、嬉しい、かっこいいって、嬉しい、あーちょっと泣けてくるありがとう、そう、ありがとう、本当にありがとうの言葉につきます。皆さんにちょっと泣けてくるそう、頑張るので応援してくださったら嬉しいです。皆さんの応援が必要です。そう、メロンパンあげたい、優しい、そうだね、なんか何事も楽しめる人になれればいいかなと思います。あ、鳥取県の県立試験がある、わー、県立入試か、頑張ってください。今はねすごく踏ん張り時で、すごく辛い時期だと思います、メンタル的にも、受験生の皆さんに向けてもうこっちの立場なのか、私もそう、踏ん張りどきの時で遊びたい気持ちもたくさんあると思いますし、本当にねたくさん辛い思いをたくさんしてきたと思います。だけどもう少しでね、それからは解放されるので、今が踏ん張りどきだと思って一緒に頑張りましょう。応援してます、頑張ろう、人生一度きりだ、こっちの立場になっちゃったんです私ね、早い、今はい出待ってるよ、参院の高校生になる方々、今はい出待ってるよ。そう、辛い時間をねたくさん過ごしたら楽しい時間がねあるので、皆さんね、今が頑張る時なので一緒に頑張りましょう、うん、そうだね、
いい先輩なんて恐れ多いです。あ、嬉しい。3時も申し込んできます、ありがとうございます。3時も明日の12時まで。なんかもうさ、すごいさ、スパンが短いじゃん、申し込み期間のスパンが短くて、どん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 さやってくから、もうこのなんか毎回毎回宣伝するのすごい申し訳ないなと思ってきたんですけど、宣伝させてください。完売を目指すために、この今回からは個別お話し会も始まって、皆さんとリアルでお話しできる機会もあるので、ぜひ来てくださったら嬉しいです。はい、そう、お仕事もね、お仕事も毎日毎日頑張ってて、皆さん偉いです。生きてるだけで偉い、本当に。もうね、お仕事なんてさ、意味なんか社会に出たことない人が言うのもあれだけどさ、たくさん、ちょっと待って、たくさんね、なんか上司とか、ね、同僚とかめっちゃさ、絶対レミが言うの良くないんだけどね、なんかさ、人間関係も社会に出るとさ難しいと思うのに、お仕事も忙しいのに頑張ってくれててありがとうございます。本当にね、頑張ってるだけ偉い、生きてるだけで偉い、毎日仕事行ってるだけで偉い誰だよこいつって言わないでください、絶対に偉いので、一緒に頑張りましょう。楽しいことを考えて頑張ろうね。誰だよこいつマジで、よくないね。人間関係は難しいよ、だってさ、みんな違うんだよ、みんな違うところで生まれ育ってさ、みんな違う個性があって、そんな中さ、一緒にさ学校生活だったり社会を一緒にさ、あの一緒に歩むんでいくなんて絶対に難しいし、そんな簡単なことじゃない。マジ誰だよって感じ。もうなんかごめん、すっごい偉そう、ごめんね。そうなのにね、みんな頑張っててないよ本当に16歳にね、あれごめん、なんか16歳が生きて申し訳ない。厳しい上司もたくさんいると思うけど、そんなの気にせず、まあ、気にしちゃうよね、気にしちゃうけど頑張ろう。生きてないけどなんか生きてる感じに見えちゃうじゃん、こんなさ偉そうなこと言っててさ、ごめんマジで、マジでごめんって感じだけど、でもリンはね、そろそろセカンド JK になるんですよ、セブンティーン。嬉しい、本当に嬉しいです。皆さんが部下も厳しいなんて、そんな、まあ、いろんな人がいるからね今の世の中。今でも君が一番だ。リーも高校生を楽しむ、高校生も楽しむしアイドルも楽しむ、最高じゃんそんなの、どっちも楽しめるなんて幸せ者よ、ほんとほんと幸せ者だなって思う、うん、高校生やりながらアイドルできるなんてさ、幸せ者、どっちもね、マジで人生楽しんだもん勝ち、マジ楽しもうみんなでマジ楽しもうみんなで、やばいギャルいな、マジで。なんなんだよねそれ、セカンドしてました、みんな楽しもうギャルマインとキャラ変わった、マジ楽しもう、マジ楽しもう、マジでね、人生楽しむしかないよ普通にマジ誰、本当に誰、嫌になっちゃうよねマジで。
卒業はしません。マジでマジ卒業しない。 いい子じゃないよ全然レミは。本当にね、そんなみんなが思うほどいい子じゃない、ね、寒かったりあったかかったりよくないね本当に。今日語るね、久しぶりすぎて語っちゃうね。それはそうとか言わないでください。せめて否定をしよう、しよう。でも本当に、みんなが思ってるより別にいい子ではない。ただあの語るのが好きというか、語り手さんみたいお話しするのが好きなんだよね、こういうの、こういう。だからレミは友達と一緒喋ってるもん。なんかよくわかんない。本当にね、あのこの選抜発表の時も友達、私のね大好きな大切なお友達ちゃんが、お友達ちゃんが励ましてくれて、もう泣けたよねそれだけで。本当にいい友達を持った。そうレミ節とかあんのやばいね、その感じ。反抗期、反抗期なるのかなこれから。哲学系アイドルやば。たくさん買ったら生で語り聞けますよ。語りましょう一緒に。なんか今日はそう思いをね吐き出しちゃいます。マジでレミ心を開いた子にはマジずっと話してるからえぐいよずっと話してる。レミの最近の口癖はどう思う、どう思うって一生聞いちゃうわマジ。どう思う、マジどう思うこのイントネーションが大切なんです。どう思う、どう思う、マジマジどう思う、一生聞いてる。あのどうでもいいことどう思う、一生聞いてる。どうも思わないって言われる。ギャルにはしてないよ、決してギャルではない。どう思うって、マジどう思う全然ギャルじゃない、本当にギャルじゃないよレミ。え、ギャルじゃない、絶対ギャル。どう思う、なんて返せばいいのって。いや別に何も返さなくていいってなるんだけど、どうも思わないって。そう、どう思う、マジマジどう思うおもろ。最近のねレミ日常を話してみようかな。何してるんだろう、テストだったからな。ギャルの様子はない、どう思うっていうね。もうこんなのレミできない普段。あの本当に仲いい子とかこういう配信でしかできないからさ。あ、 TikTok 撮らなきゃいけないのにさ、タイミングなくていつも撮れなくてごめん。本当に上げれてなくて1週間2週間ぐらい本当にごめんって感じ。どう思う、どう思う、どう思う、マジ。今から撮るのはさすがにやばい、すっぴんなもんだって普通にやばい。飽きてない、飽きてないんだけど撮る時間がなかったの。昨日メイクしたんだけど、撮ったんだけどねちょっと良くなかったやつ。本当にごめん、本当に申し訳ない。撮ったんだよ、撮って1本だけね、だけどね、良くない、良くなかったから。そうそうそう、あやばい、やること多すぎて配信が、配信を終わらなきゃいけない、やばい、追われている。私実はこんな感じでいろいろに追われてるんですよ。いろんなことに追われながら生きてます最近。そうなんだよね、どう思う。でも久しぶりに配信できてよかった。落ち着いたら、落ち着いたらインスタライブもしようかなと思ってます。来週ぐらいには落ち着くのでね。あさってか、あさってはリアルライブです。
あ何に追われてるの、あのサーリアルのリアルのあれも、あのあれだし、あともうそういろいろね、お仕事準備が、ダンスダンシングします。最近さあ、レミューチュアで嬉しいです、全然何でも、だってレミなので。ダンシダンシダンシ、嬉しい、レミちゃんを選抜にありがとう。なんかレミはやっぱり選抜に徳永レミは必要だなって、でもなんかさ思ってもらえるように頑張る、いてほしいなってたくさんの方に思ってもらえるように頑張ります。昨日ねガチ恋工場も聞けて嬉しかったでよ、ありがとうありがとう。ああ、佐々木さんお久しぶりです、すみません、こんな姿を見られてしまいお恥ずかしい。お話し会取りました、ありがとう。お話し会ね、あの本当に切実に待ってます。どうもマジ使ってきましょう。リンが最近今日ハマったのがお笑い芸人さんなんだけど、うん、ちょっとね、なんだったかわかんないけど、知ってる、みんな絶対に成功しようねみたいなやつ知ってる、知ってる人いるかな、この面白さを。マジで TikTok なんか友達がやってて、今日何と思ったら、あ、ヨネダ2003、多分そんな感じだった、絶対に成功しようねってやつ、めっちゃ面白くない、もうそれを今日さ永遠にやってて頭からさあの笑えなくなっちゃったんですよ、面白くて。え、知るの遅いの、マジレミ今日知ったよ、なんかいきなりさ歴史の先生がやっててえっと思って、そしたら友達がやってて、え、絶対に成功させようね、あ、去年のね、そうなの、全然知らなかった、面白い面白いよ、あ、去年のM1 のなんか先生が急に遅いのか、やっぱり今流行りにあの乗れないわこの世界の、だからね、私は私の道を行く、ね、先生めっちゃ面白いよね、歴史の先生マジでレミ好きで超面白いの、そう本当に面白いじゃあそろそろ1時間ぐらい経とうと、マジ人気頑張れ、え、嬉しい、ホチアゼルだったんだけど花形いな、ありがとうございます、とここにいてお話し会待ってます。マジね流行りに乗れないんです、私残念なことに、やばい、なんかやばいな本当に、最近のテンションおかしい、今日テンション高かったんだよね、そうだからしょうがない。じゃあ、ランキングを読みたいと思います、唐突ランキング13位レミタン大好きチュッチュさん、ありがとうございます。ジェニーケントさん、ありがとうございます。ジッチオッチャネミグイレミタンの笑顔大好きさん、ありがとうございます。10位ドヤホシリンジョートマークレミタンビクラブさん、ありがとうございます。9位マジカナバナナアットマーク絶対に選抜入ろうね、絶対に選抜入ろうね、ありがとう8位ごめん先生さん、ありがとうございます。ゆきたんあったまくレミタンラブさん、ありがとうございます。6位アッキーさん、ありがとうございます。5位ヤシノリさん、ありがとうございます。4位ワタあったまくレミ組あったまく誕生日が同じで嬉しいさん、嬉しい、ありがとうございます。
1日、10月、オクトーバーファースト。3位布さん、ありがとうございます。2位ザナトさん、ありがとうございます。そして1位立花のトマクレミタンは自慢の推しだよさん、ありがとうございます。皆さん今日もありがとうございました。ではラキレミ。27位レミモン、ハッシュタグレミ組さん、ありがとうございます。続いて54位スタミさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ラスト、81カトケンさん、ありがとうございます。おめでとうございます。皆さん今日もありがとうございました。スクショ、じゃあ1枚だけ。はい、皆さん今日もありがとうございました。唐突の配信来てくださってありがとうございます。嬉しかったです。おつおつ、いえいえ全然全然、こちらこそたくさん来てくださってありがとうございました。では明日も、すいません、なんか今日情緒がおかしくて、まあ、これが徳永の意味だよっていうことで、あの話し会、あの第3次受付しておりますので、明日の12時まで個別とオンラインどちらもお待ちしてます。一人でも多くの方に来ていただけると嬉しいです。一緒にたくさん思い出作ろうね。よろしく、バイバイ、ありがとう。ぜひお話し会拡散お願いします。またね、バイバイ。